誠に治安の悪い話でございます。今回のテーマは黒いキリストです。皆さんの中にイエス・キリストが白人だと思っている方があれば、それはまさに皆さんが印象操作の餌食になっていることを意味します。また敵を作りそうな内容ですが、捨て身の思いで放送していこうと思います。少し考えたらごくごく当たり前のことなのですが、よく白い肌で描かれるイエス様、ヘブライ語では救いを意味するヨシュアですが、イエス様はユダヤ人ヘブライ人ですから、本当のところは褐色の肌をしていたと考えられるのです。キリスト教圏である欧米でも、アカデミズムの世界ではイエス・キリストが中近東から地中海沿岸一帯にかけて分布していた有色の人種であったことは常識となっております。こちらは1世紀の平均的なユダヤ人の頭蓋骨をベースに、イギリス BBC が再現したイエス様の風貌です。現代のユダヤ人は白人のアシケナジユダヤ人が多数派を占めておりますが、彼らは後の世にユダヤ教に改宗した人々。新約聖書の時代、ユダヤ人とは当然に有色人種でありました。ちなみに新約聖書コリントの信徒への手紙において、男に長い髪があれば彼の恥になるという記述があることから、イエス・キリストも短髪であったと類推されます。ユダヤ人というのは頻繁に話題に上がる割によく分かっていない日本人が多いようです。日ユ同祖論で言われるような古代イスラエルのユダヤ人は有色人種のユダヤ人です。 Google でユダヤ人と検索するとほとんど白人が出てくると思いますが、このギャップにピンとこない方はぜひ調べてみると良いでしょう。日ユ同祖論の俗説を否定する動画も出しておりますので、よければそちらもご覧ください。動画概要欄にリンクを貼っておきます。ではなぜ西洋の美術や映像作品でイエス・キリストが白人として描かれるのか。徹底して史実に忠実に描いたというメル・ギブソン監督の傑作映画パッション。あまりに痛々しいイエス様への拷問シーンに耐えかねて心臓発作で絶命した人もいたほどです。この映画ですらイエス・キリストは白人男性が演じているのです。これはひとえに白人の願望ではなかろうかと思います。最近の人種問題に関するデモでは、白いキリストは白人支配の象徴として倒すべきであるという過激な主張も見られました。確かに元をたどれば事実を歪曲して白く描いたことに問題があるとも言えますよね。人種の問題をタブー視するあまり、白人として描かれる虚像を放置するのは好ましいこととは言えません。イエス様がどんな人種でも問題はないはずです。聖書に描かれる世界を歪めて伝える欺瞞はキリスト教全体の信頼にも関わってくるのです。のんきな島国日本でも、いい加減人種の知識を底上げせねばならぬ時期が近いのではないでしょうか。今後200年300年、人種はどんどん混ざり合い、極東アジアはモンゴロイド、東南アジアはオーストラロイド、アフリカはネグロイド、こういった古いイメージは少しずつ確実に通用しなくなっていくでしょう。 YouTube で人種問題を扱うのはとても難しくておっかないので、これで完全に西方教会からは嫌われてしまいますが、今後も引き続き
へこたれずに際どいテーマを扱っていくつもりでおります。ということで、今後も歴史や時事ネタに隠された陰謀や宗教、オカルト、神秘主義など怪しげな情報発信をしていこうと思います。少しでもいいなと思ったら、チャンネル登録、高評価などしていただけると嬉しいです。本日はここまでです。またお会いしましょう。おっと、誰か来たようですね。